はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、文中の出現率超アップが来ました。ダブルゼータの超アップです。ちょっとね、初日のねガチャはですね危険な雰囲気がしたんでちょっと見送ったわけなんですけども、これはですねちょっと狙い目ですよ。っていうのもね、まあ、攻撃力アップということでダブルゼータのバフ普通に使えます。ただですね、特殊能力がねこの敵に対してねダメージアップとダウンといってもですね必殺技の効果無効化されちゃうんでちょっとそこどうなのかっていうのはあるんだけど、このダメージダウンはですね非常に強力なんじゃないかなと思います。というのもですね、僕の現在の状態がですねゲートのクリアレベル、通常の間、損傷後の間はねレベル35までクリアできるんですけども、このね難しい方、耐死減衰の間の方がですねまだレベル4ということでここが詰んでいます。なのでやはりここの特攻、最終的にはねトリプルゼータのね、まあ、要線なんだろうけども、とりあえずつなぎでですね分中欲しい、もしくは両方ないとね今回レベル12を周回する必要がある、まあ周回っていうかね何回かクリアする必要があるんで、やはり両方ないと厳しいかなっていう気がしています。ただですね、まあ途中追加のぶっ壊れ、おそらくですね妖怪三国志とのコラボ、そしてノルカソルカが来たということは疾風陣雷ノルカソルカ、これがね来るんじゃないかなとね僕は予想しています。というのもですね妖怪三国志、僕はですね国取りウォーズもねかなりやり込んでますけども、ノルカソルカより上のねランク、小生ランクでですね疾風陣雷ノルカソルカがあるんですよ。これがむちゃむちゃ強い。なのでそれをですねダブルゼーターでですね目玉キャラのぶっ壊れとしてですね今回追加で来るんじゃないかなとね僕は予想しています。なので、まあ、そこをターゲットにガチャ回すのがいいんでしょうけども、待てませんよそれね、無理ってもんですよ。確率見ていきましょうか。分中は 1.2% 来た、 1.2 なら出せそうな気がする。運営も分かってるよね、今回のイベントで必要なキャラは陽線と文中、その2体があればなんとかなります。キャラ的にはさ、コンタむちゃむちゃ欲しいけどね、まあこの辺りも狙っていきますけども、まずはね今日は文中ゲットしてイベントをねちょっと先に進めておきたいなと思います。さあ行きます、10連いきます。当たり前じゃないですか。さあ行くぜ、三国志ガチャ4500ポイントお願いします。頼む、ここで昇天したい。三国志昇天ってあるのか、ちょっとねそれはまだ僕は見たことありません。さあこのカプセルは全て黒いカプセルしか画面上には見えていませんけども、行くぜ。さあお願いします。おっと来た、昇天マジか、神引きモード来ています、確実に来てます。このガチャの神降臨しています。もう何なの、最近この1ヶ月ぐらい神引きしかしていない、そんな感じですよ。おそらくですね、まあ二次カップはねランク Z 以上確定でしょう。僕は何も持っていないんで何が来てもイベント走ります。確率的には文中多分来るんじゃないの、ドキドキです。文中はね必要なキャラ、これはねもう秘伝書ぶっ込んで走りますよ。そしてもしかしたらワンチャンね、これ金カップもあるし二次カップだけじゃなくて他のキャラも引けちゃうんじゃないの、なんならさ陽線来ちゃうんじゃないの、今の僕なら引けてもおかしくないなんなのこの根拠のない自信は。さあ止まってほしい、近づいてまいりました。この新デザインの二次カップ何なの、微妙にこの妖怪三国志やってるんで僕わかるんです、あるんです。いきます、さあ金カップこの辺りでコンタあたり軽く引きたい、止まったら新キャラいきます。おっと秘伝書入れてくれってことか。そしてこの二次カップは何なの何なの、確率的に言ったら文中の可能性が高い、ワンチャンノルカソルカとかね、いやこの辺り引いたら逆にすごいよ低確率。さあ文中なのか高め陽線来るのか、いきます。文中来たら特攻あるんでちょっとイベントだいぶ進めそう、進めることがねできるような気がします。いきます、さあ来てほしい。
さあ行くぜ妖怪三国志。面白いんだよね。同盟募集中です。ここで宣伝するな。止まった。来た。さあ来い。カモン要戦。だっと要戦来ちゃったよ。トリプルゼーターのこっち来ちゃったよ。もちろん嬉しいですよ。これはね走りますよ。っていうか何なのこの本体が妖戦だよね。その隣にいるこの何なのこの犬なのか猫なのか、いや馬なのか分かりませんけども、ちょっとマジで来たか来たか。ちょっとこれはマジで走ります。どうなの今回妖戦は特攻モリモリだよね。まで特攻あり、さらにやり込みステージね、地獄物の裏マップでも特攻あるんで、ちょっとこれは走るぜ。とりあえず走るわ。とりあえず文中はまだ明日も確率アップしてるからね、明日また引いてもいいしね。とりあえずちょっとこれ育成大変なんだよな、トリプルゼータ。嬉しい悲鳴ですよ。もう喉カラカラです。そりゃ枯れるぜ。ちょっと見たこの神力、ちょっと心臓の高鳴りが。さあ妖戦と友達になりました。トリプルゼータの妖戦だよね、間違いありません。ちょっと自分の目を疑っちゃいます。来たぜ来たぜ来たぜ。さあどうなの。さあ皆様ね、何回ぐらい回して何が出ましたでしょうか。そのあたりもねコメント欄で教えてほしいなと思います。とりあえずさ育成してイベント走りたいなと思います。やべえな、おい妖精引いちゃったぜ。 0.4%。 それではですねイベント攻略やっていきます。さあ地獄物の対抗棒のステージむちゃむちゃ難しい。さあこんなパーティーでいきます。先ほどゲットした妖戦使っていきます。特攻モリモリです。これはですねまあ、でも活躍、そしてこの裏ステージでも活躍です。全消し&スーパーフィーバーということで、トリプルゼーターのスーパーフィーバー、これはねかなり期待できます。そしてダブルスキルがあります。デカプニが降ってくる。さあそして対抗棒ですね、プラス8です。全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。こちらもダブルスキル。そしてコマミさんですね、何気にですね、まあ、強さは置いといてキャラとしては大好きです。一番好きかもしれません。そして覇王輪廻使っていきます。こちらもスーパーフィーバーということでダブルスキルがあります。そしてウィスパー使っていきます。こちらも三国志とのコラボキャラ、技ゲージが溜まった状態でスタート。さあこんなパーティーでいくぜ。さあ特殊能力がちょっと特殊なんだよね。対象妖怪の、まあ、威力が上がるということで、まあ、最近あるあるなんだけど、そもそも対象妖怪コマミしか持ってねえぜっていうね。なのでちょっと微妙なんだけど、ダメージダウン強力ですね。これならいけるんじゃねえの三国志キャラ。ちょっとコマミのダメージに期待していきます。さあフィーバータイム入りました。コマミ降ってくるね。さあコマミさんかなりいきましたね。ダメージまだ育成はね全然進んでいませんけども。そしてスーパーフィーバー、さあ必殺技連発していきます。足んねえな足んねえ。妖戦まだ打ってません。妖戦 G まで貯めて打ってみましょうか。ちょっとフィーバータイム外で打つとね微妙なんですけども、スーパーフィーバーなんで。おお、それでも強え。16万、なんだこりゃなんじゃこりゃ。しかもアイテムを落とす、このステージはですね、まあアイテムを落とすということなんで周回もちろん行きます。せっかくね妖戦ゲットしたんで。しかし妖戦と新キャラが欲しいね。さあそしてちょっとパーティー変えていきます。さあ何か釣れたかね。対抗棒、そして R で使っていきます。ぷよぷよコラボでゲットしました。こちら不思議の種族効果アップのスキルがあります。モリモリでいきます。そして覚醒エンマですね、こちらは全ての種族効果アップ 20% 増し増しでいきます。そしてグリッターティガ、全消し&デカプニの技ゲージを多く食べる。
こんなパーティーでいきます。さあパワーダウンはするんだけども、まあ打たないからね。そして技ゲージを多く貯める系をねうまく使っていきます。さあデカプに作っておいて、さあウルトラマンで技ゲージを多く貯める。そしてさあまずは妖精から、そして対抗棒いきます。さあこれでいったか、ちょっと足んねえ。アルルでいきましょうか。アルルの必殺技はですねちょっと特殊なんだよね。さあつなげて技ゲージを固めるからの妖精いきましたね。技のコンビネーション20万ダメージ、やべえな。おい妖精マジ強え、なんじゃこりゃ。さあ育成もねしていきますよ。さあそして対抗棒の試練をクリアすることができました。これでですねスキルに解放のねアイテムゲットです。最近このスタイル定番となってきました。早速ね解放します。妖精はですねスキル2の方がやばいんです。つなげると普段より大きくなるということで 100% の確率でサイズアッププラス3ということで、これはやばいよ。トリプルゼーターのこれはやばい。っていうか正直スキル2の方がやべえなっていうね。さあでかくなる、むっちゃでかくなる。すぐにデカプニが作れてしまいます。これはデカプニが作れるということは必殺技が連発できます。これはね周回かなりはかどるんじゃないの。しかもデカプニ降ってくる、デカプニ祭りじゃねえか。これはね気まぐれゲートでも使えるよね。さあ妖精打っていくぜ。そしてすぐに溜まるからのもう一発いきましたね。なんじゃこりゃ、地獄ムズなのかこのステージ。何も落としません。ちょっとね魔の攻略の方も進めていきたいなと思います。